地上に舞い降りた。世界が憎しみで壊れてしまう前に。最初もらった時はまさかこんな長編になると思ってなくて、ね、何回読んでもその年の私だと理解できなかった。人がこんな、登場人物が多くて人が繋がらないんですね、後半になる。何回もペラペラめくりながら、最初は一冊の台本で全編届くんですけど、はい、その気になるとファックスでどんどん、皆さんがおっしゃる差し込み差し込みがおっしゃる差し込みがどんどん来て、どんどん熱くなってくる、挟んでいくと、うん、そんな感じです、ね。このパンフレットによると差し込みが一作品分ぐらい入ってくるというふうにお伺いしてます。キャストさんと思い出があるのは、はい、あの盛岡、岩手の盛岡ので撮影があって、帰る時に新幹線の時間つぶしに長谷川さんとしなりさんと、はい、うん、箱さん、はい、山崎箱さんと一緒に、はい、冷麺を食べたんですね。怒ってもらったんですけど、かなり大人の方たちと。美味しかったです。あとそうですね、一番驚いたのは天気ですね。あ、なんか山の奥の方で撮ったので、はい、廃墟の廃墟の方とか、はい、もっと上に上がった時も多分あって、そしたらなんかいきなり雪が降ってきたりとか、はい、積もっちゃったりとかしてるんですけど、なんか最初はつながり大丈夫かなってすごい心配したんですけど、この映画気にならないなって見て思いましたね。そうですね、もともとその四季の感触を大事にされたいという瀬瀬監督がおっしゃってたので、ラストのシーンがすごい雪が積もってたりなくなってたりしてるんですけど、ですか、なんか緑が燃え、緑があったり、はい、その前ちょっと前は雪が積もってるんですけど、一緒に考えてくれる、うん、くださる方ですね。なんかここどう思うっていうのをまず聞いてくださって、うん、こう思いますって、じゃあやってみようかっていう感じでしたね。じゃあまず撮影に入る前にここはどうしようかっていう。そうですね、そう相談してくださる方、その監督ってあの多いものなんですか。そうですね、なんか珍しいよね、うん、珍しいですかね。そういう方もいらっしゃるんですけど、やっぱりここはこうだからこうしてっていう方もいるので、はい、そうです、はい、どちらかといえば一緒に考えて言ってくださいました。今回は本当に撮影期間が長かったので、その背負ってる期間も長くて、常にさとちゃんっていうのが頭の片隅に、少し苦しかった、苦しかったですね。はい、自分の成長が収まってる映画ってないじゃないですか、はい、だからなんかすごい新鮮な感じでした、ね。両親を亡くしてから、うん、やっぱり愛情にさとちゃんは飢えてるんだろうなっていう考えがあって、うん、だからその同じ、その時に同じ境遇にいた友樹さんに感情移入しすぎてっていう感じなのかなっていうふうに捉えました、はい。じゃあ恋というよりはもう感情のもう同調というか、そうですね、ちょっとおかしな状態、同じ状況で同じように苦しんでる人、うん、やっぱりなんか親近感というかそれが湧いちゃうのかなっていうのは、最後の復讐の章と、うんうん、最後再会のシーンがあるんですけど、うん、はい、そこでご家族と再会されてしまうんですよね、はいはい、すごいよくその映画の最後よく泣いてるんですけど、本気で泣いてるんですね。なんか演技じゃなくて、はい、本当に泣いてるんですね。ああ、それはですかね、1年間こうさとちゃんとして過ごしてきたところが溶けちゃったっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、感じたのがもうなんかもうわーってもう感情が全て出ちゃったって感じですね。すごくいいシーンで、瀬川さんは一番近くで多いシーンが多かったので、やはりいろいろ学ぶところもありましたね。本当に怪我しちゃった時があって、瀬川さんはですね、すごい本気だなっていう、
感じました、ね、休憩の時とか、撮影準備の時とかよくすごい気さくな方がすごく喋ってくださって、私は一回電車に乗ってる時に、はい、一緒に帰ってた時に、はい、時間が過ぎるのと駅が過ぎるのを忘れて乗り過ごしました、はい、意外と気さくな方、気さくな方です。でもやっぱり現場に入ると、はい、京子さん、すごいオーラというか、姉が5歳から始めたんですね。で、私も5歳の時に乗りたいって親に言ったんですけど、すごく人見知りだったので、母親は絶対にダメ、絶対無理、もういきにはできないって感じだったでもなんかちょっとお父さん、もういきもやりたいでもなんか思い出になるし、やってみれば、一回やってみてダメだったら止めればいいじゃんっていう感じで始めたらもう治りました。手に知るものを持って、全然お母さん、母親のところに帰ってこなくてびっくりしたみたいに。これ向いてらっしゃるんですか？梅干しが大好きで、はい、スタッフさんに梅干しあげるから頑張って、必ずカリカリ梅を1個もらえるし頑張ってくるみたいな感じでした、ね、あまり家で仕事の話はしないんですけど、なんか見て、なんか本人ちょっと見るの恥ずかしいから、見てここはこうだったら、あだったらよかったんじゃないとか、ここはこうだったらいいねとか、そういう反省部分がある。幼い頃はよく台本の相手してもらったり、セリフを覚える相手してもらったりはしてたんですけど、この作品が終わったり、撮影期間の間には、すごいニュースを見て、身近に感じるようになって、うちの家族にはありえないって思ってたことが、どの家庭にもありえることなんだなというのはすごく感じます。今、あと心理学を勉強してるんですね、大学で。心理学が勉強できる大学に行ってるので、まだ本格的な授業が始まったわけじゃないんですけど、入学されたばかりですね。1年ですね。だからその本格的に心理学の勉強したらまた考え方も変わってくるのかなっていうふうに思います。映画中心だったんですけど、やっぱりドラマもやってみて、テレビの仕事もやりたいなっていうのもあって、役的にはやっぱ背負った役が多かったじゃないですか。はい、そうですねだから私もう正反対なんですよ、性格。なんとなくそういうそう、なんかよく感じられるんですけど、なんかそれは人見知りだからなんですけど、なんか普段本当になんか親しくなると全然違うので、キャラが違うので、そういう自分も出せる役もやってみたいなって思います。自分の素と近いような、素と近いようなドラマ、はい、やってみたい。私たち